まり比企ヶ谷君と同じクラスになってから変わったということね。ねえ、なんで俺が原因であるかのような言い方してんの？俺は病原菌なの？そんなこと言ってないわ。被害妄想が過ぎるんじゃないの？比企ヶ谷君言ってるから。菌って超言ってるから。噛んだだけよ。さて、これで人との会話シミュレーションは完了ね。はあ？私のような女の子と話ができれば大抵の人間とも会話ができると思うわ。少しは更生したんじゃないかしら。言っておくが、俺は別に会話ができないわけじゃない。にゃー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 。何してんのお前。何でもというのはいわゆる何でもということですよね。ごくり。お断りします。この男が相手だと身の危険を感じます。偏見だ。高二男子は卑猥なことばかり考えてるわけではない。世界平和とか。うん、あとは特に考えてないな。ネタフリしてたり本読んで笑ってたりキモいし。あなたの変な笑い方、部室だけかと思ったら教室でもなのね。あれ本当に気持ち悪いからやめた方がいいわよ。気づいてんならその場で言えよ。いやよ、気持ち悪い時に話しかけたくないもの。なるほど、そういうことなら。どうかしら。どうって言われてもな、すげえよく似合ってるとしか。そう、ありがとう。けれど私のことではなくて、由比ヶ浜さんにどうかしらというのように振る舞うことを許可するということよ。すげえ上から目線だな。何か不満でも。別に不満はねえよ。そう。別に驚かれるようなことじゃない。こいつの恋人などまっぴらごめんだが、雪の下は嘘をつか。やっはろー。何か。え、何、あまり歓迎されてない。雪の下さん、私のこと嫌い。別に嫌いじゃないわ。ちょっと苦手かしら。それ女子言葉じゃ同じことだからね。比企ヶ谷くん、却下。人に名前を尋ねるときはまず自分から名乗るものよ。鶴見るみ。私は雪の下雪の。そこのは比企ガエルくんだったかしら。おい、なんで俺の小4の頃のあだ名知ってんだよ。じゃあな。ええ、さよなら。また明日な。いかん、自然と目が引き寄せられてしまう。あら、川に向かって土下座。なげ、嘘ではないわ。だってあなたのことなんて知らなかったもの。でも今はあなたを知っている。そうですか。ええ、そうよ。もう先輩たちしか頼れないんですよ。そう。いい道です。ではでは続いて雪乃さん。なぜ私まで。怒っていらっしゃる。ベールでも隠しきれない本性が。何か悪かったよ。誰も見てないと思ってたんだよ。いや、結構見てるもんだよ。そうね、あなたが包帯を取り出した時は何するのかと思ったわ。あ、ユキノも見てたんだ。たまたまね。お前ら見てんじゃねえ。そうでも私は困るもの。何が。そのこんな時間だし一緒にいるのを見られると。そうか。由比ヶ浜さん、クッキーの袋詰め終わった？うん、今できた。私もケーキ焼こうか。大丈夫よ。だから絶対に手を触れないでね。絶対によ。なんか言い方がひどい。
その、その、今日のことだけれど、場所と時間を教えておいてもらえるかしら。分かっているつもりでいただけだもの。あのな、雪の下。部活、しばらく休んだら。私たちに気を使っているなら、それは不要な気遣いよ。別に気を使ってるとかじゃねえよ。ねえ、引き早くん。いつか私を助けてね。近い。あの、由比ヶ浜さん、ちょっと離れてもらえるかしら。あ、そうだよね。あ、その、そういうわけでも。バンブーファイトの世界に行ってらっしゃい。おお、すげえな。静かに。まさかの死後現金。どんだけ集中してんだよ。そういや、こっち方面でよかったのか。だからなるべく人に接しないようにしてきたんだよ。もう、もう俺ここだから。引きがやくん、今年もよろしく。町さん、どれが気に入りそうかしら。そんなに本気出さなくても大丈夫だからね。ねえ、ゆきのん。何？ケイ！ヒッキー、写真撮って写真！え？おう。いいんじゃない？ほら、私全然料理できないから、そういうのすごいと思う。ね、ユキノ。そうね。煮っ転がしと寝っ転がしってちょっと似てて、なんだか可愛い感じがするものね。フォローの仕方がおかしい！猫関係ねえからな。先輩と付き合ってたんですか？はい。ん？意識さん。はい。そんなことあるわけないでしょ。ですよね。いや、私も絶対にないと思ってたんです。ごめんなさい。いや、なんで動揺してんだよ。そんな姿見たらこっちが動揺すんだろう。動揺するなよ。あ、やっぱユキノン、それ似合う。そうかしら。まあ、そうだな。ありがとう。先輩ってメガネしてましたっけ？ブルーライトカットよ。サメ肌だぞ。あ、エイもいる。うわ、今ぬるってした。ぬるって。何に触ったの？引き貝くんに。早く手を洗った方がいいわ。ちょっと、人をええ扱いするのやめてね。粘液出てないからね、俺。結局意味がないことなのよ。あんたのそういうとこ、あったまだ何か言いたいことはある？由比ヶ浜さん、うまく交渉できているかしら。大丈夫、希望は残っているよ。遺伝的に考えればね。これありがとな。いえ、大したことでもないか。高校の頃、60回ほど上履きを隠されたことがあったのだけれど、うち50回は女子にやられたわ。おかげで私は毎日上履きとリコーダーを持って帰る羽目になったわ。大変だったんだな。ええ、大変よ。私可愛いから。うん、なら俺と彼女は。なあ、雪の下、なんなら俺が。
友達。ごめんなさい、それは無理。まだ最後まで行ってないのに。葉山くんと走っていたようだけれど、何か聞けたの？おう、少なくとも理系じゃないな。変な言い方ね。できた。雪乃さん、では小町はここで。なんだよ。バカ、ボケなす。どうやら雪乃下さんの馬頭語ディクショナリーが久々に更新されたみたいです。